軍の編成が違うだけでここまで機能不全に陥るとは。いくら模擬戦とはいえこれはまずい。俺たちの軍はまるで連携が取れていない。わらわが参ったぞ。押されておるのか。父上が心配なのじゃ。彼女は光秀殿の娘、父親と一緒ならうまく連携が取れるはずだ。光秀殿のもとへ向かってもらえますか。ご案内します。了解なのじゃ。道中の敵はわらわに任せよ。ここで華麗に忍びが登場。合流なんてさせませんで。黙って行かせてはくれぬか。父上のため押し通るのじゃ。将兵とは勝手が違うわ。せっかくの増援もこのままじゃ無駄になる。力を発揮できる相手のもとへ誘導すべきだろうな。父上の危機なのじゃ。わらわが助けに行くぞ。父上、やっと会えたのじゃ。増援とはあなたでしたか。娘とならうまく足並みを揃えられるでしょう。光秀殿の部隊はこれで大丈夫か。さあ次は。韓雲長、援軍として参った。随分劣勢のようだ。韓雲殿が来てくれたか。うまくやれば加工殿殿を焚きつけられるかもしれない。カウンドル、加工殿殿が苦戦しているようです。案内しますので加勢してもらえますか。うん、承知した。こうも思い通りにならぬと少し仕置きが必要かも。本西軍の面々は手間取ってるようじゃねえ。それじゃあ我ら武田には手も足も出んよ。無心カウン殿か。打ちかましてやろう。仲間と合流されては厄介だ。この雪村がお相手いたす。これで大丈夫。よかろう。お主の槍、拙者の刃で打ち砕かん。武将武将とはね。この戦場俺が混沌に飲み込んでやる。俺こそが天下無双か。神さんも喜ぶぜ。加工と助立ちに参った。押されていると聞いたが。余計なことを吹き込んだ奴がいるものだな。貴様の手など借りる。そこで見ていろ。加工殿殿の目の色が変わった。きっとこれでなんとかなるぞ。おいおい、すっかり包囲されてるな。武田軍相手じゃ分が悪いか。最後は芝生殿か。果汁殿のもとへ案内するのがいいだろうな。芝生殿、果汁殿の部隊に助成してもらえますか。俺たちが案内します。ああ、分かったぜ。果汁なら一緒にいても気が楽だ。敵の増援か。親方様のためにも通すわけにはいかない。ま、そうなるよな。めんどくせえけどやるしかないか。ここは譲れない。いざ参る。ここで終わるわけにはいかない。やあ果樹、援軍に来てやったぜ。
師匠、俺を笑いに来たのか。まあ、来たからには手を貸せ。二人は噴慶の友、息ぴったりにうまく動いてくれるだろう。信玄公、遅くなり申し訳ない。ここからは我ら徳川軍が助勢いたそう。わしらも行くとするかね。本番はここからじゃよ。ソイン、ひるまず敵の援軍を迎え撃ちなさい。敵の包囲は俺が蹴散る。ソイン、中央を守りきれ。今さら敵の増援と。体勢は塔に立て直した。迎撃しろ。勢いは俺たちにあります。このまま信玄殿と家康殿を倒しましょう。この力で皆を守りきる。いざ尋常に勝負。真田の忍びとしてここは負けられない。ドロン。今こそ攻め立ててやろう。己、姑息な手を使いよるわ。娘をこれ以上危険な目に遭わせたくないですね。私が前に出ます。今日の父上はいつも以上に気合が入っておる。かっこいいのさ。影の炎兵剣山。よっ、待ってました。さすがは半蔵の旦那。この加工現状を寝かせると思うな。さすがは加工と見事な覇気。ワイドホルズのもなかなかお前と戦えるのは楽しみだ。この身をもって敵取りでとならん。止めなさい。突破させてもらいます。家康様を守らないといけないので。敵に切り込む。そのまま敵を引きつけろ。各部隊孤立せぬよう注意するんだ。一緒にぶちかましてやろうぜ。カジューに任せとけば心配いらねえな。俺は適当にやるか。カウの力などいらねえ。俺たちの力でこの戦に決着をつけるぞ。加工とんばかりに任せてはおけぬ。拙者も参らねば。ここまで勢いがあるとは。急増軍とはいえ侮れぬ。本来平八、止められないぞ。この地を逃すわけにはいきません。衝突です。光秀殿、模擬戦とはいえ一切手は抜かぬ。さあ我に挑め。お互い娘が見ている前での戦いです。私も譲るわけにはいきません。任務を完遂できないなんてダメだ。ダメすぎる。家康様に手出しはさせません。この状態の直虎が相手なんてな、まるで手が抜けねえぜ。ここを抜ければ敵本陣は目前。みんな防戦します。なんか面倒くさそうなのが来た。とっとと片付けるに限る。本田忠勝が娘、みんな、いざ尋常に勝負。打ちかましてやろうぜ。はい。本田平八郎忠勝、押して参る。犬死にこそ抱きすべきものなり。
ごめん。したのはお前か。おかげでうまく回っている。 いえ、俺は少し手伝いをしただけです。皆が実力を出し切れてよかった。今こそ攻め立ててやろう。一緒にぶちかましてやろうぜ。ボスが天下無双か。カニさんも喜ぶぜ。さて、どう攻めちゃおうかね。連携が取れなければ取れるようにすればいい。模擬戦だけど多くのことが学べたな。俺は相変わらず何もできなかったが、皆の絆で勝ち取った勝利、そう言っていいだろう。ジョジョは謙虚なのじゃ。そなたのおかげで勝てた。わらわはそう思うぞ。